い、今回ご紹介するのはこちら、パワーレンジャーダイノチャージから5インチアクションフィギュアフューリー、日本ではドゴルド、そしてダイノチャージメガゾード恐竜人をご紹介します。こちら以前ご紹介した5人のレンジャーと同じシリーズで、値段も$9.99と同じ値段です。パッケージはこのようなブリスターパッケージで、とってもかっこよくパッケージングされてます。背面がこちらです。どちらも劇中の設定なんかが詳しく載ってたりします。ちなみに今発売されているラインナップはこちらです。まずはダイノチャージメガゾードから開けていきましょうか。あー、背中はこうなってるんですね。背中にくっついてる尻尾の部分がかなり小さくなってますね。中に入ってるのはこの赤一色の5連充電源と、このダイノチャージメガゾードのアクションフィギュアが1体以上の2点です。触った感触としてはガッチガチのプラスチックではなくて、以前ご紹介したこの5インチフィギュアとかと同じ軟質パーツまでとは言わないですけど、まあちょっとガチガチではないプラスチックですね。やはりアクションフィギュアということで合体するおもちゃと比べると、どちらかというと劇中のスーツに近いようなデザイン形になってますよね。足のボリュームも結構少ない感じで、かなりスマートな体型に見えますね。随分とスッキリしてます。同じ5インチのシリーズということで、他のレンジャーたちと並べてみるとサイズとしては大体同じぐらいですね。可動部分は首と肩、肘、手首、腰がなくて足の付け根、膝、そして足首、こんな感じです。そして左右の拳には穴が開いてますので、付属の武器を持たせてあげることができます。手首の角度もつけられるので、割と簡単にポーズを決めることができますね。各関節も結構しっかりしているので、好きなところでカチッと固定することができて、とっても遊びやすいです。日本でもロボットのアクションフィギュアといえば、食玩にミニプラとかファイティングアクションロボが存在するんですが、どうしても食玩なので各関節の作りが簡単というか、そんなにしっかりした作りではないので、それに比べるとかなり遊びやすいかなと個人的には思いました。塗装もロボットの頭部、そしてガブティラの頭部はしっかりと塗装されてて、他、最低限の塗装は施されてます。背面はやはり、10ドル未満の商品ということでほぼ塗装はありませんが、ガブティラの顔だけはしっかりと反対側も塗装されているのは評価できるところだと思いますね。欲を言えば5連充電源だけではなくて、ステゴシールドが欲しかったかなと、個人的には思いますね。ただよくできた商品ですね。さあ、では続いてドゴルド開封しましょう。おー、背面はこんな感じなんですね。すごいボリュームがありますよね。これで同じ値段っていうのが結構信じられない。1000円ちょっとですからね、びっくり。ゴールド一色の武器喧嘩上等とドゴルドのアクションフィギュア、おーすごっ、ボリュームがすごい大きいな。横に大きいですね。すごい、めちゃめちゃかっこいい。すごいですね。頭の角とか肩の爪とかすっごい長いですよね。腰から下の服の部分は、これは軟質パーツになってますね。へー、すごい。武器もかなり長めですごい迫力です。手の穴はやっぱり他のレンジャーと同じで、ちょっと穴が小さめになってて、こうやってギューッと入れてあげると、持たせることができます。もう造形に関しては、すごいとしか言えない。かっこいいですよね。いやー、もうこれで十分ですよ。かっこいい。もうどの角度から見ても、すごい迫力です。背面の塗装は、やはり、このマークが無塗装だったりするんですが、成型色がかなり多く使われているので全然違和感ないです。もう頭部や胸部、腰周りなんかはもうすごいですね。顔の表情もかなり劇中に似てるんじゃないかなと。うわ、ほんとよくできてる。これが1000円ちょっとで買えるのはびっくりですね。はい、可動箇所ですけれども、やはり首が回るのと、
肩と肘の折り曲げと回転と、あ、手首がないんですね。肘が回転する代わりに手首の回転がない。あ、そっか。レッドレンジャーとかも同じでしたね。腰の可動もなくって、これ足はもう、この服の形状が、まあしょうがないんですけど、これ以上は、まあいかなくはないですけど、まあ頑張ってこれぐらい。頑張ると広がるので、足もここぐらいまでは開いてくれます。さらにちょっと見づらいんですけども、これをピローンとめくると、足はこんな感じになっていて、膝もしっかりと動きます。足首の可動は、かかとまで服がかかっているので、どうしてもここぐらい、これぐらいしか動かないですね。やはり今回買ったこの2つは、他の同じシリーズに比べるとボリュームは相当ありますよね。ドゴルドもポーズをつけると格段に迫力が増しますね。そしてラインナップに敵キャラが加わることで、こういうアクションフィギュアでの遊びの幅がかなり広がりますよね。やっぱり敵キャラって重要ですね。そして今回購入した2体のフィギュアを使ってダイノチャージのエピソード8で見せた巨大戦も再現することができますね。以上、パワーレンジャーダイノチャージから5インチアクションフィギュア2体をご紹介いたしました。いやー、めちゃめちゃかっこいい。買ってよかったですね。これは値段もお手頃なんで、これはぜひおすすめです。ちょっと購入するのに手間がかかりますが、それだけの価値はあると思います。前、海外のパワーレンジャーダイノチャージの、これから発売される、展示されてるおもちゃの写真が、ツイッターとか、いろんなブログとかで、あと YouTube にもあったかな。その中にこのアクションフィギュアシリーズに、誰だっけな、デーボ氷河期とか、本当に何回かしか出ないようなキャラクターまで立体化されてたんですよね。実際発売されるものなのかよくわかってないんですけれども、ドゴルドとか、キャンデリラとか、ラッキーローとかならまだわかるんですけれども、アイガロンとか。それより下の何回かしか本当に登場しないような敵キャラまで立体化する可能性があるっていうのはね、すごいことですよね。はい、ということで、チャンネル登録お済みでない方はぜひ登録の方をお願いいたします。また評価やコメントたくさんお待ちしております。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。